多重人格だと嘘ついた陰キャの末路。この世界には一人の人間の中に人格がいくつもある。多重人格の人がいるんだ。漫画のキャラみたいでかっけえ。僕も多重人格だけどな。マジで?10 個ぐらい人格いるかな。かっけえ。例えばどんな人格？普段の僕、アウトローなサイコパス。かっけえ。天才なやつ。あとはまだいるでしょ。変態デブ。ほぼ君だけどね。あとは10個いるからね。スケベ太っちょ。もうなきゃだ。エロ豚が渋滞してるよ。日本人なのに外国人の人格を持ってる人もいるそうだ。僕の中にもいるわ。マジで？じゃあちょっと今さ、その外国人の人格出してみてよ。その人格に変わると本人は勉強してないはずなのに英語が喋れたりするらしいんだ。すごいよな。マジ？あ、どうもかけないんです。こんにちは。片言なんだ。あ、多重人格だから人格って名前も違うのか。ファッチャーネーン。ファッチャーネーン。なんか外国人の証拠とかあります？室内でも靴脱がない。わっさ。日本人と違うところとかもっと。ベリーベリー。ああ。あそこでかい。おお、二国籍。US なのに言えるってか。じゃあ、授業始めます。高校の授業とか低レベルすぎて、やる気起きないね。あ、今日天才の人格出てきてる。全部言えるやついるか？ちょ、天才のとこ見せちゃってよ。いや、簡単すぎて手を挙げるまでもない。お、ふとし、すごい自信だな。じゃあ、お願い。ねえ、ウシトラウ。余裕だね。などなど。オフ、エトセトラ。無能じゃん。なんかお前、いつもと喋り方違うな。え？もしかしてお前、先生が昨日言ってた多重人格に影響されてる？キンモ！はぁ？悪でサイコパスな人格が出てきそうだわ。うわ！出しちゃえ、出しちゃえ！あ、出た。普段悪さとかしてんの？当たり前じゃん。うわ！どんな？めっちゃ露出狂。オフ、アウトロ。これ、スケベ太っちょの人格だね。いや、まさか君が多重人格だとはね。おい、当たんなよ。ぶっ飛ばすぞ、これ。君の中の違う人格を出して、そいつに何とかしてもらえば。いけいけいけ。ごめんなさい。なぜパッと。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いしますね。